ようこそ、フィロカリアの世界へ。フィロカリアとは、善なるものへの愛、美なるものへの愛というギリシャ語でございます。この動画シリーズでは、かつてロシア正教徒の間で広く愛読されたフィロカリアという書物を題材に、善と美を獲得する方法について考えてまいりたいと思います。さて今回なんですが、今回は屋形船もろとも真っ逆さまに滝に落ちていく人々について語ってみたいと思います。人生は最後には数百メートルの崖のような滝が待ち受けてる川に、上流から屋形船に乗って下っているようなものなのであります。岸辺の風景を楽しみながら、飲んだり食ったり踊ったり、お嫁に行ったり別れたり、大企業に就職したりクビになったり、大金持ちになったり貧乏になったり、人それぞれどんなに喜びや悲しみや苦しみを経験しようとも、最後は屋形船もろとも一人残らず真っ逆さまに数百メーターの滝を落ちていって死んでしまうのであります。これ以上の悲劇があるでありましょうか。これに対して滝に落ちる前に空中高く飛翔して永遠に生きる道があることを人々に教えるために登場したのがイエス・キリストなのであります。イエスはこう言ったのであります。誰でも私について来ようと思う者は、まず己を捨てて毎日自分の十字架を追い、それから私に従え。十字架を避けてこの世の命を救おうと思う者は永遠の命を失い、私のためにこの世の命を失う者が永遠の命を救うのだから。全世界を設けても自分の命を失ったり損したりするのでは、その人は何を得するのだろうか。屋形船に乗り続けようとすることがこの世の命であり、屋形船から離れて空中高く飛翔する道が永遠の命であることは明らかでありましょう。自分の十字架を追うとは、ともすれば神に逆らいがちな自己愛の情念の源である自我を十字架に釘付けし、常に神の意志に全面的に服従させることなのであります。つまり、すべてを捨ててイエスのみに従うことなのであります。では、本日はこのあたりで失礼したいと思います。また次回にお会いしましょう。さようなら。